はい、今日はこちらの1年生の書き初めのね、お手本なんですけど、こちらを今日は書いていきたいと思います。で、こういう風にすぐ隣に置いて書き始めるといいです。横のこの1画目に対して2画目が、右寄りなんですよ。この線に対してこれ右側に来るようにしたいので、そのあたりよく見てください。それからこうやってちょっと軽く線引いてありますけど、ここの線引いてみるとちょっと上がり調子ですよね。これがね、こういうラインで来てます。それからこれ印刷で少し分かりにくいんですけど、この部分少し柔らかい感じがすると思うんですよ。カクンってあんましてなくて、そのあたりもちょっと見ていきましょう。中心線がこれ、それに対してこちら左側の部屋に入るようにこうですね。で、そこからこうすぐ上に行くようなイメージでいいです。そうするとこの真ん中ではなくちょっと右寄りがここ通過点となりますね。こう、そしてちょっとここを見ていただきたい。少しちょっとだけこういうふうに内側に入ったんですね。これ毛筆でもよくやるんですけど、これがあると少し柔らかい感じがここに出ます。こっちね、ちょっと枠の外なんですけど、こちらにじゃあカクンってやった場合、ここまっすぐ下で止まった場合どうなるかっていうと、ここ止まってよいしょってきて、こういう風に来たこれと少し内側入りましたね。ここね、そこから少し上上がってぐーっと来て、上がり調子のままこうに来て、こうに来た場合のこの印象の違いをね、少し覚えておきましょう。ここの感じ、こちらの方がいいでしょうね。このお手本ね、合ってますし、こう結びのところではよくこの内側にキュッっていうのをね、少しやります。1本目ギュッ、上がる線質で短めで少し短い感じで、縦のライン真ん中の線に乗っけるようにしっかりキュッと入れてください。これ、それからこういう風にする、下に下ろします。この入りが力をキュッと入れてあげないとへにょへにょってなりやすいので、ここねちょっと強めに入れましょう。そこからまっすぐな線ですかね、まっすぐに近いかな。ここにこちら側からこういうふうに力を加えてスッと下ろすようなイメージにします。曲げようと思わなくていいですよ。ただ打ち込みがなんとなくこちらからこういう風に入ってあげすると自然ですね。で、こちら側からこう入ってこうですね。で、こうギューッと、これも少しこう上がり調子なまま終わってるのがね、見えますよね、こうにね。なのであんまりこうギュッてやりすぎなくていいです。これに忠実にやろうとしてください。で、このぐらいな感じで、次はここがペコンってこうになりたくないんですよね。これが激しすぎるとこういう感じになってしまって結局うまくいかないですよね。この中が狭くなってしまうので、それを防ぐためにはこう入れたらまっすぐ下ろしてきて左へカーブするように横キュッときて、ここはねほとんどまっすぐですが、へこむのだけはやめましょう。こうへこんでしまうとこれと同じくね、こう中が狭くなりますよね。狭くしたくないので、あえてもしねこうへこんでしまうような感じがあったら少し膨らむぐらいの方がいいです。そしてここしっかり止まってから、ここ見てください。ちょっと反ってますよね。反って下に来ます。反りながら下へ来て、で最後はちょっと先ほどの「お」で言ったような感じの少し内側にキュッて、少しですよ、少し入ってあげるとこちらにこう跳ねやすくなります。そうで真ん中こう入れていきますね。のは少しここが長めに来てるような感じがします。こう結構短いですよね。このマスに対して結構余白がこうあるように見えます。ここの長さで大きさが決まってくるので、ここを短くしてあげるとそういう感じが出ますね。で、ここで止まりましょう。止まっといて、こういうふうにここを狙ってくるように、でそのままこうそのまま下ろして、さあまずは上がっておいて、真ん中あたりから入ってお腹せり出すようにして、まずここまでがねできるといいです。これが出て戻ってるだけなので、しなってるような感じがしますよね。傾いてるっていう印象はあんまりないと思います。まっすぐに見えるんですよ、しなって出て戻ってるから。でここがね、変なくねりを入れるとやりにくくなりますので、ちょっとまっすぐな感じに思っちゃっていいですよ。でここ止まってくださいね。優しい感じがしますけど、これ止まります。止まってこう上がりながら回ってゆっくりです。この辺ゆっくりしてあげて、最後だけスッて抜くような感じ。さは1本目が長くてちょっとこう反り気味かなっていう感じです。これも表現としてはすごく優しい感じがしますよね。あまりこう急激にグイーンってやってるわけではないんですけど、膨らむわけではない。どちらかというとこういう風に反ってるような感じ。これもそうですね、優しいですけど、これ少し膨らんでるかな。で跳ねますね。スッと抜けてこういくような感じで、それを受けてだんだん強く。なんかここは結構他のところは優しいのに対して、これはグインって、ここはなんとなくねこう反ってるのがしっかり見てわかりますね。そういうところはもうキュッとやってください。こういう風に反って上がって止まります。そこから折れて、お腹ここから出さないようにして、でもそこまでつけるような感じで、点とかも太さ変化をつけようとすること、なかなかね鉛筆で出しにくいとこではありますけど、優しくから強くして引いていくっていうのをやってみるといいですよ。はい、すは、ここ長いところね、これはこちら側にこうふわっときて、これもちょっと上がり調子な感じ。頭を出しておいて、右側の部屋です。そこから左へトントンな感じですね。でまっすぐ下ろして、真ん中でちょうど切れるようなイメージです。1年生にとってこの長さを描くって、多分結構な集中力が必要だと思うんですよ。疲れちゃうんですよね。硬筆は疲れたり集中力がやっぱり途切れると描けないので、あんまり無理をせずって感じがいいんですけど、だから一気にこう何回も清書を書くっていうよりは、時間を空けてあげた方がいいかなとは思います。また尾が来ましたね。先ほどのキュッてちょっと内側に入ってあげて、1上がります。でこう上がり調子な感じで、こう最後はこういう感じですね。ここにも点のねこういうのありますけど、だんだん強くしていきますよ。でここお尻が少し上がってるかなっていうぐらいな感じで、目も意外と嫌だなっていう子が多い字ですね。これ見てもらうと結構まっすぐ目です。これ1画目で、2画目はこの真ん中の線をまたいで、この辺に来て、ここからこういう風に来て、だいたいこことここを同じように狙って持ってきます。ここね。でここからぎゅーっとこういう感じです。だいたい今同じですよね。そこからちょっとだけ、ほんと少しだけ斜め上に向かってちょっとキュッて上がりますね。ここ。そしたらここっていう風に通り道を考えながら、こういう風に回ってきます。で真ん中のとこに到着したら払って、払いながらここで終わるようにしてあげること。今狙ってったのはこの辺、そしてこうしといて、この辺からスッ。はい、キュッと上がってこうですね。とはね、これね、画ババってここすごい開いてるようなね印象ですよね、なんかね。でこれはねぴったり同じぐらいにこうにここがなってるので、それも真似してみましょう。結構傾きがありますこれ。そこからこのくらいですね、こうきといて上がりもしてない下がりもしてないかな、このくらい。そうすると一緒ぐらいになる。こうきてこういう感じでこうストーン。そっか、鍵かっこね。はい、はい、もう一回とですと。短いですね結構ねこれ。短くてだからかなんかバッて開いてるような感じがするの。口がすごい開いてるような感じとみんなで言いました。キュッと上がってほらこういうところキュッとしてこの辺ぐらいまでグッと持ってきます。で少し柔らかいですねここもね、こういう感じでこうに来てちょっと下がり気味な感じで持ってきてこうですね。みんな運です。運はちょうど真ん中あたりからこうに来てどちらかというとこういうラインですね。そこから今度はこっち向きのラインほらで止まってこう高さを揃えるように今この辺り揃えるようにしてきて遠くへこう開けてあげるようなイメージです。はい、なは次こう来てこうですね。点の位置を見ましょうよく。この辺です。で跳ねてここからこうにここでも先ほどの「お」と同じです。キュッと内側に入りましたね。で「お」の時よりも大きめに入ります。で12で止めましょう。はい、手がね何回か出てきてますね。こういう感じ言いました。「い」っていうのはこういうふうに斜めにねなってます。そして右の方が少し高いかなっていう感じです。で、長さはあまりないですよね。こういう感じで、はい、まです。まも優しい。こうして少しこちらはこういう感じかな。で、こう来たらここ上まで。結構こうギュッと上がってきて次が優しくちょこっと短くクッてやったらこうこの辺です。ギューッと太く持ってきてゆっくりゆっくりさっと「た」です。「た」はね隙間が結構大事です。こういうところが詰まってしまわないように開けてあげようと思ってくださいね。そうしないと薄っぺらな字になっちゃうんですよ。今年も下がってきます。太くしながら下がってくるようなこういうところのしなり具合をよく見ましょう。で跳ねる方向下じゃないですね。こちら側次の角に向かって跳ねてそれを受けて優しくから徐々に強く。「と」がね3回も来ました。どれもガバッと開いてるように見える。ここ。ここからこう、しもうは真ん中から優しいですが少し膨らみ気味。こちらもこう内側に来てここがねあんまり膨らんでないように見えるんですけど少しこんな感じがいいかな。まずこう膨らみますね。ここねぐっと横をしっかりこれ短くなりすぎないようにしてください。そこからまっすぐ下ろしてきて左へ運です。漢字が来ましたね。1年生でこの漢字が来るんですね。こうして上がって、はい、上がって、左しっかりこうやって出てきます。これ3年生だったかな、毛筆、あ、4年生か。毛筆のところでも話してますけどね。こうしといて、こう。ね、難しいですね、これね。で、キュッと。かですね、かは左の部屋からギューッと持ってきて真ん中で終わるようにします。はい。うん。こうしといて横をしっかりギュッと持ってきて、こちらに向かって強くなるようなイメージです。でそしたらこう来て早めに曲がっていってください。ここに少しこうに空きができるようなイメージですね。トントン、はい、リですよ。リます。そう上がってくるんでしたね。これねかなり上がってきて、次はちょっとだけこうしたら、はい、上がり調子で右寄りです。トントン、はい、こんな感じですね。皆さん頑張ってください。